多分純の今のエモンで脇書きで、しかも横山みどりの名前をリスペクトしてアーティスト名にした人が作ったカフェインです。聞いてください。レモンがエモンってこと、嘘だろそんな。それはあれだろ、マジで後付けもいいとこだろ。この人が秋山黄色、めちゃめちゃかっこいいじゃん。やばい。もう何回うずくまってしまったか、ぶってないくらいには切ない匂い、思えすぎたんだ。はい、こっちこう流れ込む。え、かっこよくない？の中に立ち、真空に。うわ、踊り出した、エモンが。レモン、いや、エモンが踊り出した。すごいな。なんか他のエモンとか脇書きとかから才能全部絞り取った結果、この人が生まれたんだろうな、多分。だから別に皆さんがエモンであったり脇書きであったりしたところで、でもう走る必要はない。あなたの才能はこの人に吸われたんです。全部吸われちゃった。ここにいるのは岡田しかいない。この人に絞られた後の姿、すごいな。全部取っちゃった。顔も見た目もビジュアルも音楽のセンスも歌声も全部お前から奪ってで、残されたあなたたちは行く手もなくただ彷徨える魂。かっこいい。すごい人だったんだな、これ。うわー、ここのリスナーみんなこの人がまさか、ねえ、元立川議員のオマージュだとはまさか思うまい。この人がエモンと脇書きだってこのコメント欄の人知らないんやろな。かわいそう。かわいそうだな、なんか。エモンより脇書きより、なんかそんな、よりとかあるんだ、そんな界隈に。ふざけんな、なんだそれ。え、それってもう何？公式情報なの？だって、みんな知らない感じじゃん。だって、コメント欄にデューンとかないよ。ビューンとか。めちゃめちゃ綺麗なコメント欄ですが。潜伏してるんだ。すごいな。脇書きはイケメンが多い。
なんかデータとかあるんすか？なんかあるんすか、そんなデータとか。ないだろう、普通に考えて。